皆さんこんばんは。本日の7の思うことありは南京の真実第1部、そして7人の死刑囚の特別編集版ということで、ちょうどゴールデンウィーク中にこのチャンネルさくら北海道では特別番組がいくつか流れていました。でその中で水島社長の映画が何本か流れていまして、例えば南の島に雪が降るとか、あと特攻隊の話もありました。で私はちょっと特攻のはまだ見切れてないんですけれども、今回第1弾としてその南京の真実、ただ私正直なところまだ一部しか見ていないので、コメントはなかなかちょっと言い、まだまだ言えない部分かなと、もっと2部3部とか見ていかなきゃいけないかなと思っていますけれども、ただ途中であっても見て思ったのは、貴重なその南京事件ということでいろいろ言われていることに対して反論していこうということで貴重なフィルムを集めているという、そのなんていうかすごいなんていうか努力に頭が下がる思いがしました。で、実際南京大虐殺はあったのかっていう、いろんな論なんていうか流れていますけれども、それに対する反論という中でその映像によってその実証していくっていうのはそれなりに説得力があるんじゃないかなと思っていますし、で私たちは本当にねこの事件についてなんていうかほとんど知れてないというか正確なところを分かっていないところがあるので、これはやっぱりすごく大事なことだなと思って見ていたところです。で、次にいわゆる7人の死刑囚、これはいわゆる極東軍事裁判で永久戦犯になって、処刑された人たちのお話ということで、東条英機、広田幸喜、松井岩根、土井原健二、木村平太郎、板垣征四郎、そして武藤明が処刑されるまで のなんていうか本当にこれ処刑そのものを追っていく話です。でこれご覧になられた方はお分かりだと思うんですけど、私はそのセットがまたすごいなと思っていまして、この永久戦犯をそもそも処刑するためだけにアメリカ軍があれだけのなんていうか施設を作ったという歴史的な事実もすごいとも思うんですが、というかそこまで見せしめ的にやるのかなって意味でのすごいなと思うことがあるんですけれども、それを寸分たがわずまた作り上げた、そして見てもらおうということで忠実に作り上げたこの映画というのがすごいなと思っています。水島社長にお聞きしたところ億単位のお金がかかっているということで、非常になんかこう説得力というか臨場感あふれる、で私たちは本当にそのなんていうかなんとなく漠然と永久戦犯が悪いことしたんじゃないかっていうふうに単純に思っては見ちゃいけないんじゃないかなっていう、それだけのリアルさがあった番組だったというふうに思っております。で私は極東軍事裁判については映画で極東軍事裁判っていう映画がそもそもありまして、それを私は中学校3年生の時に自分の近くの市民会館にまで行って見てきたんですけども、その時やっぱり強烈に思ったのは子供心にもですねこの裁判はやはりおかしいんじゃないかと思ったことと、よくインドのパール判事が言っていたいわゆる事後法で裁くっていうのは法律の中ではやってはいけないことということで、そして戦勝国が負けた国を裁くということの事実についてこれはおかしいんじゃないかっていう突きつけたもの、私はそれを子供心にすごいな、このパール判事の言ってるなんていうか言葉にも打たれましたし、で私たちは本当に真実を見てるんじゃないかということで、そこから原体験的に私はこの極東軍事裁判については、裁判じゃなくて茶番じゃないかなってずっと思い続けています。私も何度も言っている通り法学部でありましたので、事後法で裁いちゃいけないというのはこれも法律の当たり前のルールで、そして戦勝国が裁いていく、で中には、変な都合がいいように裁いていくがために裁判官を入れ替えていくといったようなそういうふうなこともあったりしてですね、なんとなくこれは見ていて非常に私も心痛む映画でした。ただ水島社長がおっしゃるにはこの極東軍事裁判という映画そのものも問題があって、南京事件を非常に大虐殺があったというふうな言い方をしていて、それにかなりの時間を割いている、これがまた逆な意味でのなんていうか日本側がそれを認めていったような
あの味方につながっていくっていうことで、だから自分はその軟禁の事実っていうのを解き明かしたいんだってことをおっしゃっていまして、あ、私はそれはすっかりあの忘れていたんですけど、その軟禁大虐殺について、その極東軍事裁判の映画で語られたことはすっかり忘れてしまっていたんですが、そういうこともあったんだということをあの改めて学びました。いろんな意見があります。ただ内勤大虐殺と言われる、まあ、軟禁事件ですね、それと、まあ、従軍慰安婦問題、これやはりすごく政治的なプロパガンダの強いものであるということで、そして特に日本人 の、 その優しい気持ちをうまくこう乗っかってやってるっていう部分があるので、私はやっぱりこういう一つ一つの映画が丁寧にあの見られていくことを、まあ、望んでいますし、まだ軟禁の真実については私は一部しか見ていませんので、2も3も見ていきたいというふうに思っております。以上、ナナの思うことありでした。